さあ、本日はおはようございます。モビリティ団体の金と申します。今日は本当に、まあ、嬉しいんですけれど、さあこの2つ、まあ、8インチとメニュー8個、メニュー11個両方を紹介している機会が出て、まあ、嬉しくて昨日ちょっと緊張してちょっとネームも難しかったくらいです。朝の日はすごい嬉しかったので、ちょっと今日はこのメニューを紹介してちゃんと見たいなと思ってます。まあ、売りたいよりもお客さんにちゃんとメニューをつながっていって、お客さんが選ぶことができればすごい嬉しいと思ってます。まあ、でベリプロシリーズですね。まあさっき昭島が全体で紹介した部分で、まあ、我々日本としてはベニュープロに紹介します。その中でベニュー11プロと8プロになりますね。このベニュー11プロはもう一言で言えば、私これ、まあ、教科が C1 タイ、まあ、ウルトラの処理能力とデスクトップのパフォーマンスとエクスペリエンス、と、まあ、最後はタブレットの経済性ですね。その3つをもう1つでお話しすることになってきたので、もう次のタイプで一言で見ることができると思っています。で、ベニュー8プロ、これは本当に、まあ、仕事にも遊びも使うことになるので、まあ全部ですね、まあすごい軽くと誰でも使う、もうプロコンシューマー、まあ、お客さん、ホームビジネス、ホームユーザーもビジネスユーザーも使うことができる、すごい優れた、まあ、可愛いものですよ。すごいいいものに出てきたんじゃないかなと思っています。まあ、先8プロですね。これは、まあ、みんな見ます。最近のもうご存じの通り、ツインワンでは聞いて、みんな、まあ、マーケでツインワンで聞いたと思うんですけど、私はわざわざもスリーワンタイプで言ってます。これ、まあ、たくさんの人から、なんでスリーワンなん、私のためにちょっと理解ができないってお話を言ったんですけど、まあ、わざわざ つけてます。一つはウルトラブックの処理能力、もうそしてタブレットの携帯性は、それで普通のツインオンって言うんですけど、わざわざ私はデスクトップパフォーマンスとエクスペリエンス、そこに含めてスリーオンタイプになるんじゃないかと思っています。それがまあスリーオンタイプになるので、このベニュー11プロ美しさ、まあ、いろんな、まあ、いいものがあります。まあ、3つ、まあ、秋島がまあまとめてちゃんと紹介したと思うんですけれど、私に言ったら、まあまあ、3つのポイントですね。一つは、まあ、CPU Atom から、まあ、Core i5 までの選択肢、メモリも 2GB から 8GB までのメモリ選択肢、ストレージとしての 64GB SSD から 256GB の SSD までの選択肢ができます。そこが一番、まあ、メインで、他の会社では、まあ、ないじゃないかなと思っています。と、2つがハードウェア的にこの 3G が選択肢ができるので、そこら辺も結構強みじゃないかなと思ってます。もう一つハードウェア的にこれ、まあそこまあ、リプレイするのでバッテリーを外して全然使うことができるので、が一番効くのが、まあ、バッテリー時間何時間使う時間、大体これ、まあ、アトムモデルなので10時間ぐらい使ってます。それで持ち運びができるので、バッテリー、まあ、スペアバッテリーで、それを持ってあればもっと使うことができます。そこら辺は結構お客さんからの、まあ、フィードバックで一番いい、まあ、今 Latitude 10使っているのも Latitude 10もリクエストバッテリーですけれど、それを続けてコンティニューし、もっとリレンスしていって、もう対応できるようにできたんじゃないかなと思っています。そうですね、この2つ目は、私はこれもこっちあるんですけど、エコシステムですね。タブレットっていうのは、まあ、タブレット本体だけじゃなくて、本体をどう使っていく形になるか、それは後でちょっともっと具体的に絵があるんですけど、まあ、キーボードからの、まあ、周辺機器のエコシステム、プラスサービスっていう、まあ、エコシステム、そのエコシステムが今回ちゃんと揃って、それってちゃんと、まあ、まとめて応募できるようにできたんじゃないかと思っています。まあ、最後はそうですね、このセキュリティですね。でも我々強いものというのはセキュリティ、まあ、TPM ベースだし、まあ、ビジネス向けのお客さんに対して結構セキュリティとかいろんな、まあ、Android とか iOS です、いい面もあるんですけど、 Windows タブレットでしたら、まあ、一番強いのはセキュリティをもっとビジネスしているハードウェアで切っているんじゃないかと思います。
ここはまあシス、スペック、全体的にお話し、簡単に言ったら、まあ、一番あれですね、このディスプレイが FHD、フレッシュ、きれいな、まあ、ディスプレイになるので、一応、まあ、私もこれ、すごいきれいな形に、まあ、写真とか、もうすごいきれいです、撮ったもの。もう一度、まあ、それながらで、まあ、こうまあ、政治とか、まあ、アットベースでだったら2が64ギガですけど、まあ、コア3だったら、コア i3 と i5 だったら48ギガのストレージは120から250ギガまでの、まあ、ストレージ、ストレージに使うことができている形になります。まあ、さらにこれちょっと小さいですけど、まあ、指紋認証とかスマートカードのオプションもできるので、お客さんもセキュリティ気にしているお客さんだったら、すごいそこでも もっと2年生になっているので、まあまあ、秋島が終わらせたように、まあ、ボランチですね。お客さんからどっち、まあ、CPU は CPU、ハードウェアは、まあ、セキュリティ、どっちの目線で見ても結構強く、まあ、いいものができて、他の会社には応募できない、できてないものができてるじゃないかと思っています。ここはもう一回一枚言ったんですけど、もう一回、こいつ本当に2年間エンパサイズしたいのが、ここですね。まあ、簡単にリクエストが可能です。サービスを、まあ、コンショコンまあ、コンホームビジネス以上もビジネス以上も誰でもお客さんに必要があれば、まあ、サービスとして対応1年か3年のサービスがあるのでお客さんに場所に行ってすぐ今日はリプレイスできるようなサービスがあるのですごい他の会社の、まあ、ちょっと比較基本的に内部的にあるんですけどそこら辺はすごいいいところじゃないかなと。ここですね、全体的にもう一回今 SMP とこれクライアントのアクセスの全体のポートフォリオですけどここは私の、まあ、タブレットしたらここヒーローのクライアント主演に出ています、まあ、後ろに用意してるんですけどキーボードとかモバイルキーボードとかスリーキーボードドッキングモバイルとかスリーキーボードだったら、まあ、営業方が、まあ、営業方たち家で、まあ、外に行くときに軽くして、まあ、普通の PC より PC みたいなのを使うことができるしどこを使うんだったら、まあ、後ろにあるんですけど、デスクトップみたいな、普通、本当にパフォーマンスいい、仕事やりたい、バリバリやりたいお客さんにも、それが合う。全体的には、まあ、ステレスペンとか、パテルとか、余裕ができているので、まあ、本当に強み、お客さんに、ニーズに合う、まあ、全体でシステムを作っているんじゃないかなと思っています。最後、まあ、2番目です、これ。結構かわいいですよね、これ。演説には買おうかなと思ってます。すごい、ドキドキやな。1つ、まあ、8インチなので、まあ、他の、まあ、Windows で、まあ、他の会社でも、まあ、最初、まあ、他の会社も出ているじゃないですか、まあ、いろんなエーサーとか出るんですけど、この中でもちょっと見たら、まあ、自分のものだけかもしれない、自分のもう子供みたいなんですけど、すごいかわいいです。他の比較して。まあ、お寿司さんもそうだし、時代も。もともとは、手が手の強いのは、本当に、堅牢性です。まあ、どこでも簡単にも、本当に硬いもの、堅牢性なんですけど、今回は堅牢性だけじゃなくて、色も可愛い、赤も用意しているので、まあ、本当に、今週も、プロ週も、今週もビジネス、どっちでも使う、タブレットを作ったんじゃないかなと思ってますね。その中で、他のスペックは同じです。本当に500は、他の会社でも、ほぼほぼ全然変わってないです。我々が強みというのは、もう 3G。オプションで、まあ、オプションですけど、3G のシンプルのオプションを買うことができる。これ一つ。もう一つ、まあ、そうですね。まあ、セキュリティ TPM なんですけど、そんな、ちょっとずつ、デザインとか、まあ、小さいものですけど、そこら辺の力を入れて、用意したじゃないかと、用意してます。これ、具体的なスペックですね、今回。まあ、薄さ、8.92、私見たんですけど、一番、Windows のタブレットの中では一番薄いです。もちろん、他のもっと薄いものもあるんですけど、Windows タブレットの中では一番薄いデザインです。で重さも大体395g なので、まあ、85mm がすごい軽いです。これで入れる感じになるので、これが結構いいじゃないかなと思っています。そうですね、まあ、セキュリティは結構強い。MF、すべていった Windows 8.1 からもっとイネスしたもうセキュリティを使うので、セキュリティ的にも、まあ、すごい、まあ、ちゃんとできている感じかな。バッテリーですけれど、バッテリーは大体10時間ぐらい使ってます。使うことができます。まあ、1日中、まあ、使う外で使うことは全然問題ない。
ここから全体で、これも8インチも同じですね。全体的にエコシステムといって、まあ、主演劇プラスサービスを揃っています。主演劇といったら、まあ、キーボードとかスタイルペンとか、まあ、フォリオのケースとかを含めてランチの時に用意しています。だ今回はタブレット本体だけじゃなくて、今まで PC とかで経験している、そのまま経験できるような用意を、まあ、全体システムを用意しているじゃないかな、用意しているので、結構楽しみですが、お客さんの反応がどうなっているか、本当に。結構今、まあ、最近見て、まあ、パートナーさんとかもいろんなお話しするんですけど、例えば、まあ、天野さんとかあるんですけど、すごい反応はいいです。まあ、8もそうだし、11も。それで自信は持ってるんですけど、ちょっと結果を見たいなと思ってます。で、さらにこれ。参考価格と思います。ちょっと新しく検定にあるかなと思っています。ベネチーチコは、まあ、発売が来週火曜日です。11月12日で、アトムモジョンから59,980円から用意して出します。この時は本当にお客さんは全体の、まあ、タブレットの楽しみたい気持ちがあるので、スタイルスペン、まあ、前の SM のエコヒロのものを、まあ、フリーで付きしてちょっと今回対応して、まあ売りたいなと思っています。今回キャンペーンとして、新しいキャンペーンとして。次、ベニアチプロですね。これは価格は39,980円ですね。もうオフィスなしボルンとアリボジョンが用意しています。なしボルンは39,980円で、アリボジョンがオフィス方面ビジネス機のボジョンは41,980円です。で、驚くのは私もびっくりしたんですけど、12月30日です。これはまあ何でそんな遅いのって聞いてるんですけど、本人もびっくりしました。何でそんな遅いのってなってるんで、正直申し訳ないんですけど、ちょっとこれはまあそうかなと思ってびっくりしているんですけど、その流れでどうしよう、私お客さんに早めに見たい、早めにこの便利をつながっているの教えてあげたい気持ちがすごい強いんで、どうしたらいいかなと思って、今回は本当にアマゾンさんとか、マイクロソフトさんと一緒にコラボレーションしてプリオードキャンペーンになります。そういうことは、まあ、事前に正直言ったら授業先自体は1ヶ月後なので、まあ、なんですけど、ここは本当に、まあ、全部が内容ものとして説明して行うんです。これはもうこのベルでお客さんにつながることにできます。事前にやって、事前にやキャンペーンになるかなと思っています。これはアマゾンさんと、まあ、マイクソフマイク、まあ、MS さんとコラボレーションしているので、12月22日からスタートします。まあ、いろんな物件付きでします。そこら辺で、まあ、他の会社はちょっとまた今、いつも個人的に考えて、まあ、他の会社はどうなるかと思って、大体同じ時期ですね、12月中旬から遅いなので、そこら辺はちょっと申し訳ないですけど、今回、まあ、一緒にいいキャンペーンを作って、お客さん、本当にお客さん、コンション向けとビジネス向け両方ちゃんと盛り上げたいと思っています。ここまで、はい、ありがとうございました。